東京日本橋タワーは東京都中央区日本橋2丁目に立つ超高層ビルである。住友不動産を中核として大同生命保険など複数の共同事業者により建設された。都市再生特別地区、日本橋2丁目地区に指定された6つの外区の中で最初に開業した外区である。西側を中央通り、北側を永帯通り。 東側を昭和通りに囲まれた東西に長い一角で南北に走る南向き一方通行の街路の西側の2丁目7番を A 外区東側の2丁目8番の内本県再開発にかかる部分を B 外区として日本橋2丁目地区北地区の名称で再開発が進められた A 外区は以前は日本橋東洋ビル大手町建物日本橋ビル アッパホテル、日本橋駅前、日本橋交差点ビル、東京大道生命ビル、灰原本店ビルなど中規模のビルが立ち並んでいたエリアで2010年より順次解体された。高層棟は2013年1月に着工、2015年4月に竣工した。中央通り側、日本橋交差点に面した一角には1500平方メートルの広場が整備され、高層棟とは、 独立した店舗が設けられ、灰原が本店を構える。B 外区は横浜銀行東京支店などのビルがあったが、除却され、商業施設や観光案内所等からなる、低層棟、旨、東京日本橋ターアネックスが建設され、2021年4月に、竣工を予定している。英台通りを挟んだ北側の東急百貨店、日本橋店跡には2004年に、 日本橋一丁目三井ビルディングが完成、さらに南隣の山本山、丸三証券ビル跡や、日本橋高島屋を含む一帯では、三井不動産が主軸を担った、日本橋二丁目地区第一種市街地再開発事業が着手され、日本橋高島屋三井ビルディング、太陽生命日本橋ビルが建てられたほか、既存日本橋高島屋の更新が行われた。建物名称は、 2014年10月に東京日本橋タワーに決定したと発表された。地下4階、地上35階、地上高180メートルのビルで、外装には見陰石が用いられた。地下2階にイベントホール、地上4.5階には貸し会議室が設けられ、ベルサール東京日本橋として運営されている。他に地下1階にはレストラン街も廃されたほか、 東京メトロ東西線、銀座線日本橋駅、地下2階では、都営地下鉄浅草線日本橋駅とも直結する。1階では、地権者の横浜銀行が、東京支店、三井住友銀行が、東京中央支店を営業するほか、別棟で、灰原が店舗を構える。8階から35階が、オフィスフロアとなり、シャトルエレベーターで7階のスカイロビーに向かい、そこで、 高層エレベーターに乗り換える計画とした。フロアは約86メートル、約44メートルの長方形平面に対して、コアを南東側に寄せて、オフィス専用部を奥行き約27メートル、約820坪の L 字型とし、柱、梁を外部に出したアウトフレーム形式を採用した。T&D ホールディングスが本社、その子会社である、 太陽生命が本社、大道生命が東京本社を置く。6階に免震層を設置し、停電時の対応として、重油、都市ガス双法での発電が可能な、デュアルフューエルガスタービンが備えられている。加えて、地上や地下の広場には、帰宅困難者受け入れスペースや防災倉庫を設け、地域の防災機能向上にも寄与している。 郵便番号は103-6001から103-6035および103-6090と本ビル専用の番号が付けられている。ありがとうございます。